えー、こんにちは、塾の久保です今回はですね二極化についてラーメン店を取り上げてみようかと思いますね二極化そうなんですよ例えば有名なチェーン店がありますよねそのチェーン店では全国津々浦々同じ味が提供されているんですよですんでね A というラーメン店があるとしますこれチェーン店です A というラーメン店のチェーン店の特集がなされますそうすると全国各地の 消費者の方はですね近くの A というラーメン屋の味を確かめに行くんですよ確かにこれはうまいというふうになります日本全国同じ味が提供されていてその同じ味に対してうまいという人がいるということはこれはね味覚がですね一緒になっちゃったってことなんですよ、ね、民主化された味覚と言ってもいいんでしょうか多くの人が A というラーメン店は美味しいというふうに感じるということになっちゃいますでもそれって 本当にうまいのかなと私は思うんですよね。私の思うおいしいラーメンっていうのは私一人に向けて作られたものもしくは私一人じゃないにしても少数の人に向けて作られたものっていうふうに認識しますよねまさにね私がよく通う花房というラーメンは私向けではあるんですけども多くの旅行者を連れて行ってもおいしいとは感じさせられないと思うんですよ むししろ普段食べててるるる美味しいいととと言われれラーメンとはかけ離れた違和感があると思います。でも本来美味しいと感じるものはそういうもんじゃないかなと自分だけが痛烈にうまいという風なね評価は出せるんだけども多くの人からはそれは理解できないこれは今の流行りじゃないよ味じゃないよなんだこれはみたいなねしかもですよ前回花井の山さんが言われたようにインスタ映えするような状況は全くないわけですよ 人に見せるような店内でもないんですよ。ともすれば、汚いとまでは言いません。とても衛生管理が行き届いていて、清潔ではあるんですよ。ただ、雰囲気ちょっと薄暗くて、新規の方が入るような、まさにね、そんなイメージではないです。なんせ私の行っているラーメン屋、花房は、窓が一個もありませんからね。店の外から中が全く見えないんですよ。<laughs> 通常ラーメン屋ってのは、店内がそれとなく見えるように、 そして店内に入ると店の外の明かりがね太陽の光が店内に降り注いで明るいはずなんですよ店から漏れる光っていうのがあるはずなんですよ夜になったらね私の言ってる花房は密室です <laughs> その中で覚醒剤の取引が行われていても <laughs> 拳銃のやり取りが行われていても分かりません <laughs> でも私の好きなラーメン屋の雰囲気ってそういうところなんですよねだから私は日本全国つつ裏裏 流行っているラーメン屋にと満足度は得られないんですよでもですねその地域の人しか知らないようなまさにね一日に3人5人しか来ないようなラーメン屋で提供されているその雰囲気と味これがね私にねずんと深くのしかかるんですよねいいなラーメン屋だなと思っちゃいますそういうようなねある種ノスタルジー懐かしさを販売してるラーメンを今日も利用させていただきました 美味しい唐揚げその唐揚げは幼い頃初めて家族に連れて行ってもらったどこのどこかわからない飲食店で食べたねガリガリっと食べた唐揚げとまさに同じ味がするんですよ効率化されて仕入れ先がね海外である調味料が国内でさらっと仕上げた最近のよくあるボリューム感満載の唐揚げとは浮気が違います 多くの人が食べるようなラメン屋ではありません。だから席数もたった7個宴会用の席座敷2個しかも10人座ったらもうパンパン身動きできないそんなところですよでも奇跡なのは50年続いてるんですよねチェーン店の入れ替わりがね激しい中何億円何十億円と売り上げる店が次の年には破綻。ね居抜きになってみんな撤退そういうことにはならないんですよね そしてそこには私の行くラーメン屋にはかつて看板娘というのがいました看板娘というのはね若くて明るい女の子を一人アルバイトとして採用してその女の子目当てに常連が集まるという形ですもうラーメンの味なんてどうでもいいって話になってますね <laughs> まさにラーメンの味なんてどうでもいいとそのラーメンの味がうまいわけなんですよねうん調味料類も置いてないですしね今の時期だったらアクリルケースが ラーメン屋なら立ってるはずなんですけどもその店はアクリルケースすらありません店主もマスクすらしてません何にもしてません感染対策すごいですで緊急事態宣言下でもやってます全然やってます普段と全く変わりませんパラレルワールドかっていうぐらいですよねで店内には未だにブラウン管テレビが天井の高いところにあってですねそこでオリンピック中継なされています 戦後かみたいなね、うん、でもねその全てがそのノスタルジーが味なんですよねそういう雰囲気で食べる時代遅れのラーメンだからこそしみるなぁと思うんですよ。うん、ということでね二極とい話になりますけどもそんな数少ない人の心に深く突き刺さるラーメン屋があると思えば巨大資本で運営している大チェーン店があるとしかも価格は安い。 で、メニューもたくさん。花臭みたいにね、ラーメンとレバニラ炒め終わりじゃなくてですね、なんか、オムライスまであったりする、最近のラーメン。サイドメニュー多い、焼き豚あ飯とかね、ある、チャーシュー飯か、そういうのある。替え玉なんてのがある。じゃあどうだ。替 <laughs> え玉私もよくね、利用するわけなんですけどもね、あの一風堂とか行くと。でも、花臭に行くと替え玉はないと。私はね、 高校の頃だったかな、ラーメン食べに行って、2杯3杯食べるためには、買い玉じゃなくて、本当にラーメンを2杯3杯頼むしかなくて、丼がラーメンみたい、あの、漫画みたいにね、ラーメンの丼が、これで積み重なっていくんですよね。笑,笑いますよね、うん。私はそういうラーメンが好きだなと思ってますね。2曲か。何を持って2曲とするか。それは普遍的な人気。これが一つ。そして、ローカルな一部の人にしか受けないもの。 私が即歌塾を運営していて何をやってるかというとまさにローカルな一部の人しか受けないようなものを徹底的にやってるんですよね、まあ、ですんで再生回数チャンネル登録者そんなに広がっていかないというねことなんですよね、うん、まあこんな感じかな今回はね特にビジネスのヒントもネタも何もありませんけども、うん、この二極化っていうところに関しましてね私はラーメン屋にもその姿を見ることがあったかなと思います そしてこういった私のやってるようなねコンテンツビジネスも二極化のどちらかというと派手に目立つ方ではなくて一部の方に深く突き刺さるものをやってるかなっていうところですね、まあ、ですんで一人一人との付き合いが長くなりますそっちの方がなんかね私としてはやりやすいかなと思ってますよねうんまあなんせねそっか塾は家族ですからねじゃあ本日は以上ですいっらっしゃい花山遥山さん髪切りましたね 以上、これはやは言っておきます、はい <laughs>